じゃあもう早く行きます。その指は何ですか？それではあの友達とそのスマートに星が綺麗に見えるってさ、地べたに寝転んじゃうあたり、あ、君らしいなって思ったり、時間を忘れて夢中になった、赤信号は点滅してく、ただ寒くなり始めた季節に僕らは初めて手をつない、二人の物語、傘を差したり、ブラウン海の見越しを眺めたり、星ボタン好きの信号機をいつも君が走って好きなり、仰向けになって見た水に浮いてるみたいってさ、はしゃいでる君とその横でさ、もっとはしゃぐ僕だな、本当に飛べるような気がしていた、ステージもこういう感じでどんどん行きましょう。ありがとうございました。